レイちゃん、ヒヨリちゃん。さすがに数が多すぎますね。このままだと少しずつ体力を削られてしまいます。だけど退路は塞がれてるわ。彼の体を担いで逃げ切るのは難しそう。私も戦うわ。キャル様は主様をお守りください。ここは私たちが何とかいたしますので。そうよキャル、彼のこと任せてって言ったのはキャルでしょ。でもみんな消耗してるじゃないの。一番きついのはこいつの力がないことね。普段どれだけ助けられてたか実感するわ。ゆいちゃん、ユリ、まずい、彼への守りが崩される。させないわ。私の方に来なさい。シェフィ様、無茶はいけません。この数の気を一身に引くのは私のせいだ。私が陛下を頼ったから、私が甘い希望にすがったから、私が未だに弱いままだから。どうしよう、どうしたらいい。かけるなら私の命だけにすればよかった。私、あんたたちも大事なのに、優しさに甘えちゃった。なんで私こんなにバカなの。ここまで追い込まれてるのに、私陛下のことまだ憎みきれない、嫌いになれない、忘れることができない。こんな私の醜い感情にどうしてあんたやみんなを巻き込んじゃったんだろう。まだ増えるのですか。ですが私は最後まで主様をお守りします。私の足が動く限りかき回してあげるわ。私の回復なんて後回しでいい。みんなが少しでも長く戦えるように。100か、あるいはそれ以上か。敵の底が見えない。だが無限に出てこようと。負けられない。騎士官が後ろにいるんだから。ごめん、コロスケ、シェフィ、ユイ、レイ、ヒヨリ、ごめんなさい。私、あんたを起こしたかったのに。一番最初におはようって言ってやりたかった、それだけなのに。あんたと一緒にいたかっただけなのに。みんなそうみたいだよ。遅れてすんまへんな。カオン一同到着どす。マコトはん、カオリはん、カスミはん、王子はんのためや。今日は思いっきり暴れましょ。あなた様、メルクリウス財団も惜しみなくご助力いたしますわ。さあ皆様、お金では手に入らないもののために戦いますわよ。葵ちゃん、どこなの。そこにいたのね。初音ちゃんも着いたから、そろそろ起きてね。さあ
彼のために力を尽くしましょう。これって美咲ちゃん、すずなちゃん、クラスメートのため頑張れるわよね。終わったらまた彼と一緒に補習よ。魔物どもがガン首揃えて並んでるね。やっぱり私たちにはこういうのが似合ってる。気合い入れてくよ、あんたたち。まったく、手間のかかる眷属じゃな。お主がいなければ本来の力は出せぬが、十分じゃろ。ディアボロスの力に恐れおののくがいいわ。こんなにも多くの方々が、アーチャーに助けてもらった恩少しでも返さねえと。エリザベスパークのみんなは普段のんびりだけど、大事なものを守るときには一致団結して立ち向かうぜ。この後のスケジュール全部別日に回してもらっちゃった。チカ、ツムギ、カルミナをずっと応援し続けてくれた大切な人のために歌って踊って戦うアイドル、本領発揮だよ。ナイトメアとしてなんて野暮は言わない。守りたいもののために今は個人として戦わせてもらう。ともちゃん、まつりちゃん、背中を任せるよ。次々と魔物が減っていく。連れてくるはずじゃなかったけど、あんなに強くあいつのために戦いたいって言われたらね。この子たちがこんなに成長してるのはあんたのおかげなのよ。ミサキちゃん、キョウカちゃん、ちょっぴり怖いけどお兄ちゃんのために力を合わせようね。みんなで勝ってお兄ちゃんになでなでしてもらうんだ。それじゃあユニはミミちゃんママになでなでしてもらうんだ。ちょちょ、愛戦はこっちでしょ。ナチュラルによその子んち紛れ込んでナチュラルにおままごと追っ始めんのやめてあげな、怖いから。てかユニ先輩、まだリトリリちゃんたちの前でユニちゃん8歳続けてたんですね。不本意だが仕方あるまい。純真な子供たちのためだ、僕は恥を忍んで道化を演じよう。あんまり恥を忍んでる感はない仕上がりでしたけどね、あの幼児プレイ。ちょ、待って待って、いつもの茶番一旦やめて。あのさ、思ったんだけど、今これそういうのに求められてる空気じゃなくない？うん、何やら勇敢な少女たちが魔物の大群に対峙しているな。端的に還元すれば運命の一大決戦だ。先輩が一生ダミーを貪ってるっていうから、何それ面白そうとか盛り上がって寝顔にチェルーンって落書きするためについてきただけなのに。てかヤバくね現状。魔物に立ち向かうあの姉さん方テンションガチじゃん。漫画とかでいう最終回直前目の激アツ展開竹縄じゃん。じゃあどうします？日常会終わってるなら多分うちらの仕事もうないですよ。帰ります？おい諸君、そんなことより妙だぞ。この場には我々の見知った顔もちらほら見受けられるが、なぜだか誰一人こちらと目を合わせようとしない。いや、みんなバトルに必死でそれどこじゃないんでしょ。まさかうちら絡みづらいとか思われてるわけないだろうし。あっ、
葵ちゃん今こっち見て一瞬はっって白目向いたけど、まるで気づかなかったかのように秒でシリアス救兵側へ戻った。そうか、きっと戦況は切迫しているのだな。よし、ならば行くぞ後輩たち。親愛なる同士のため、我々ユニちゃんズも力を貸すのだ。そうですね、我々仲良し部も力を貸しましょうとか言いつつ、さすがに魔物の数が多すぎて面倒いから、誰かつよつよオーラ出てる人のそばで適当によらば退治の影子ちゃんしようっと。ってわけでチェルー、そこの一生意味深ワードまき散らし役っぽい目したお姉さん。あ、いえ、あの、なんでもないです。調子に乗ってすみませんでした。失礼します。倒れろ。なんだ今の愉快な連中、ボスの知り合い？どうだったかな、一生イニシンワードまき散らし役っぽい目をしたお姉さんとしては、ここは濁しちゃおっかな。なんだそりゃ。それにしても珍しいな、ボス。今まであんまり派手な戦いには参加しようとしてなかっただろ。ま、俺は大歓迎だけどさ。カヤピーは素直じゃありませんね。ギャングの情報網でお兄さんの情報を入手してから助けに行きたいって顔に書いてありましたよ。余計なことは言わなくていいんだよ、イノリ。俺は大きな喧嘩があるから混ぜてもらいに来ただけだ。ま、それがどっちのためになるなら悪くない上がりだけどさ。私は割に合わないことに巻き込まれたって損害賠償を請求したいところですよ。何なんですかこの魔物、強いしどんどん湧いてくるし。本当は終わりの流れだったからもう手出ししなくていいかなって思ってたんだけどね。私に見えてなかった解決法があったみたいだから、それなら見ておくのもいいかなって。相変わらず言ってることよくわかんないですね、ボスは。悪だくみばっかしてると小じわが増えるですよ。いのりちゃん危ない。まい、いきなり何フレンドリーファイヤーしてやがりますか。避けなかったら今頃黒焦げですよ、この鬼ババ細めドラゴン。おい、祈り、後ろ！天狼破断剣！おっと、悪い悪い。敵が無駄に多いから適当に切ったけど、大丈夫だったか？なあ、なんか泣きながら叫んでるっぽいけど、そこら中から聞こえる戦いの音でよく聞こえないな。あ、ま、あれだけ元気なら大丈夫っぽいし。よし、次行くか。これは壮観だね。うん、うん、みんなだよ、みんなが来てくれたんだよ。ヒシ君、聞こえてるかな、みんなの声が。まったくマナのやつ、無茶な手を打つな。それってどういうこと？陛下は私たちを。いや、これはそう単純な罠じゃないよ。このソルの塔はいろいろと不安定な状態でね。彼が今いる世界に干渉するならここが一番いいんだ。ただ不安定なものにさらに負荷をかけるってやり方はマナらしいというか、私じゃ選ばないやり方だ。それで予期せぬことが起きたらそれこそ取り返しがつかない。マナの気持ちがどうかは知らないけどさ、少なくとも君の願いに背くことはしてないんじゃないかな。陛下。ま、
使った手は一番最古の最古に破れかぶれで選ぶような乱暴極まりないものだけどね。半分、いや9割は嫌がらせかなって私的には思うところだけど、だけどほら感じるかな、マナのプリンセスナイトの力による負荷の増大、そして彼のために集まってきたみんなの決死の戦い、それらが今閉じた向こう側に干渉しようとしている。あと一歩、あと一手が必要だ。どうしたらいいの？繋ぐのさ。届けてあげてほしい君の思いを、閉じた向こうの世界へと。起きなさい、さっさと目を覚ましなさいよ。こんなにいっぱいの人が来てんのよ、あんたのために。起きたら一番に私がおはようって言ってあげるから。珍しいでしょ、コロスケでもペコリーノでもシェフィーでもないのよ。この私がわざわざあんたを起こしてあげるって言ってんの。だからさっさと起きなさいよ、この寝坊スケ。つながった。きっとダメです、私だけでもあなただけでも。これは主様のお力、それに聞こえてくるのはペコリーヌ様の声。なんて力なの、この前と同じ立っていられないくらいの。隔離していた力が溢れ出している。まずいね、これじゃ全員思うように動けない。いいわよギャル様。ギャル、あなた強すぎる力が何よ、全然平気よ。これくらい受け止めてあげるわよ。あんたの全部。すっごいね、これだけの力を受け止めるなんて。だったら私も気合を入れようかな。そのためにみんながいるんです。世界を変わる。やっぱりそっちにいたのね。安心したわ、あいつが一人じゃなくて。主様、ご無事でしたか。ああ、こんなにもボロボロになられて。向こうにいるのはあなた。雰囲気が全然違うけど。暴走した力の本流が写し身となって主のところに帰ろうとしているのね。興味深いって言いたいところだけど、空間を占めるあの球体、あれが彼の力かな。今にも破裂しそうな風船のようにも見えるし、噴火寸前のマグマのようで。凄まじいね、あれだけの力を受け入れるにはまだ早い。過ぎた力によって身を滅ぼすことも、大切にしている誰かの身を滅ぼすことも私がさせない。
の力なのね。大したもんだわ。気を抜くと軽い魔法でも全魔力を放出しちゃいそう。大きすぎる力ではありますが、悪い力ではないんです。絶対に。ペコリーヌちゃん、キャルちゃん、私や君たちのこの姿は少年の力をより強く受け入れてしまった結果で、今はここに集まってくれたみんなのおかげで力を安定させられてはいるけど、それも長くは持たないだろう。上等よ。全部受け入れるって言ったんだから。大丈夫です。ここには今彼がこれまで繋いできた絆がある。必ず何とかなります。少年、どうすればいいか分かってるね。はい、任せてください。みんなが揃ったんですから、もう何も怖くありません。はい、私たち全員の力を合わせてこの夢を終わらせるといたしましょう。やっぱり美食殿はみんな揃っていてこそよね。あれとの決着はあんた自身でつけなさい。力ぐらいならいくらでも貸してあげるから。私は外に漏れ出した力の安定と空間の修復に取り掛かるから、あとはみんな任せたよ。またね。そうやって誰かに頼るだけの力でいいの？前の負けだ。暴走していた力は収束した。
これでもう大丈夫だよ。お前の勝ちだ。謝らなくていい。願いなら叶った。これが僕の力なんだね。勝ちましたね。自分自身に。暴走した力だって聞いてたけど、なんか嬉しそうだったわね。嬉しそうか。あれは少年の強さを求める願いから生まれたものだ。それが満足し喜んでいたのだとしたら、少年、君はちゃんと手に入れた、持っていたってことだ。求めたもの。おっと、少し派手にやりすぎたね。空間が消えちゃいそうだ。え？ここに集まってくれたみんな、みんなで勝利の喜びを分かち合いたいのは山々だけど、宴会できるほど時間はないみたいだ。悪いけど強制的に追い出させてもらうよ。ちょっと待ちなさいよ。こいつとペコリーダは一緒に帰れるんでしょうね。無理やり押しかけてきた私たちとは違って、少年たちは別ルートからだからね。少しばかり時間にズレは出るかもしれない。慌ただしくて悪いけど、使った手が手だからね。復旧を急がないと後が大変だ。主様、それじゃまた。さっさと起きなさいよ。待ってるわよ。すぐ戻りますからね。